すげえ、人がいるぜ。みんな、こんにちは。お前たち、最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶、しっかり知らないやつをこっちの後ろで見つけたぞ。ガイドさん、はい、一番前のそこの端から2番目のとこにほら一人、そうこんにちは。こんにちは。うん、名前なんて言うの？アツシです。アツシ、渋い名前だぜ。いいかい、俺が最高だぜって言ったら、アツシは両方のヒレ元気に高く上げるんだ。おお、アツシ戸惑ってる場合じゃないぜ。そんじゃ行くぜ、アツシ最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手しようぜ。アツシ、予想以上に楽しそうだったぜ。じゃあな、ガイドさん、そしたら今度こっち来ようか。前から3列目のそこの真ん中の通路側のその子さ。こんにちは。こんにちは。お、名前も言えるかい？リンです。リン、会えて嬉しいぜ。今何歳だ？9歳です。ああ、まだ卵から帰ったばかりだな。あ、じゃあリン、今日は誰に連れてきてもらったんだい？お父さん、お母さん。ああ、分かったぜ。じゃあリンのお父さん、お母さん、どこだい？ひれ上げてくれ。どこに？そこだよな。じゃあ話そう。お母さん、こんにちは。こんにちは。ん、名前は？むつみです。むつみ、かわいいリンからさ、あれなーに、これなーにっていろんな質問された経験とかあるかい？はい、あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだよ。むつみ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったみたいだな。話できて嬉しかったぜ、ありがとう。いやー、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間についていろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるやつはヒレを上げてくれ。おー、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。アツシ、その調子だぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、食べ物を食べる人、ヒレ上げてくれ。食べないやつもいんのか。あ、じゃあガイドさん、今度こっちの後ろだ。前から3列目のさ、真ん中の通路から2番目のその人と話そう。そうだ、こんにちは。こんにちは。あ、名前は？エリカです。エリカ、エリカの大好物ってなんだ？たこ焼きです。イエロちょっと俺の真似をしてこうやって肩ひれ上げてくれる？そう、でそのまんま俺の言う言葉繰り返してくれ。いくぞ。タコは友達。タコは友達。餌じゃない。餌じゃない。よろしく頼んだぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だぜ。俺に質問終わるやつひれ上げてくれ。何でも答えるぜ。あー、嬉しいな。じゃあさ、まずガイドさ、はい、真ん中の後ろの一番前のな、こっちの通路側のその君とまずは話そう。そう、こんにちは。こんにちは。お、名前は？さくらです。さくら、俺に何聞きたい？あ、
ちゃったことがあるんですけど、落とし物届いてないですか？さっぱり俺にはわからねえ。多分そういうのは俺よりも君の目の前でハイドロフォン持ってるお姉さんに聞いた方が早いと思う。なんだかわかんないけど見つかることを祈ってるよ。よし、ホタル質問あるかい？さあ、開けてくれ。どうだ？お、じゃあな、ガイドさん、今度はそうだな。あ、そしたらな、やっぱり真ん中の後ろの後ろから2列目か。こっちの通路側でほーら、ヒレを上げてくれている。君と話そう。そうそう、こんにちは。ありがとうございます。こちらこそ。名前なんて言うんだい？葵です。葵、何俺に聞きたい？クラッシュの名前は英語の若者言葉で、人になんか恋をするみたいな意味もあるんですけど、クラッシュの名前の由来は何ですか？君の言ってるその前半の方は何言ってんだか俺には分からないんだ。悪いな、俺が喋ってんのは亀の言葉だからな。なんかいろんな言葉があるって言われてもそれは俺には分からねえんだ。でな、俺の名前の由来ってのは、俺の親父もクラッシュって言って、そのまた親父もクラッシュで、またそのまた親父もクラッシュで、だから俺もクラッシュらしいぜ。あ、ってことは君の名前はそれでいいんだよ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問終わりかい？さあ、ひれ上げてくれ。どうだい？おう、じゃあクラッシュ、お前の子が質問あるみたいだぞ。おいおい、エリカにたこ焼きにされるぞ。じゃあな、ガイドさん、こっちの一番前来よう。そんでほら、真ん中の通路から二人目のその子、こんにちは。名前も言えるかい？アイルナです。ありがとう。よし、じゃあ俺に何聞きたい？何色が好きですか？なんて素敵な質問だ。あのな、じゃあ今からクイズにするから、よーく今から俺が出すヒント聞いてるんだぜ。いか、いくぞ。ほら、俺な、この下の海藻が大好物なんだけど、これな、緑色してるだろ。でさ、こればっかり食べてる俺の体も海藻と同じような緑色しちゃってんだよな。ってことは俺の好きな色なんだ？緑。黒だ。緑色で大正解だ。みんな拍手を送ろうぜ。ありがとう。お前たち最高だぜ。お、ハイドロフォン壊れたか？ハロー、ハロー、ベリーじゃないか。よし、じゃあ呼んでみるぜ。おーい、ベリー。うー、クラッシュ。やー、よー、ベリー。ハロー、人間。ベリー、得意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい？見てて。うー、何か見えてきた。お、うー、うわー、耳が4つある人間がいる。いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つ？ああ、あの人間の頭の上に乗っかってる丸い2つの門か。ベリー、あれは耳じゃない、ホタテ貝だ。でもエコロケーションってすげえクールだよな。誰かできるのか。あいつとやってるよ、アツシ。君の出番だ。エコロケーション使って俺のヒレが何本上がってるか当ててみてくれ。さあ、まずは両ヒレを頭の横に持ってきて、で目をつぶって下を向くんだ。俺がいいって言うまで絶対に目開けちゃダメだぜ。そこでうーってやってくれ。せーの、うーん。おー、
目開けんなよ。アツシ見たじゃねえか。見てどうすんだアツシ。まあいいや、きっと君なら分かっていただろうよ。みんなアツシに拍手を送ろうぜ。カエル、カエル、カエル、パパパパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。みんな今日はありがとう。楽しかったぜ。また話そうだ。バイバイ。忘れ物。